コロピアはシューボイシャークンダンディ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディ参上です。今回はケンドリック・ラマーの2つ目のディス曲のパート2をやっていきたいと思いますので、早速いきましょう。はい、ということで説明はいろいろと不要だと思いますので、そのままやっていきたいと思います。始まっていきます。 Yeah, somebody's lying, I can see the vibes on Ack。 この直前パート1ではかなり神様への描写をずっと続けてたんですけども、直前のラインで終わって本当にガラッと様子を変えてる場所なので、まあ、今回パート2はここからやっていこうっていうふうに決めたんですけども、 Yeah, somebody's lying, I can see the vibes on Ack。 直訳すると、誰かが嘘ついてるぜ、俺はアックのバイブスが見えるって言ってるんですけども、このアックっていうのは誰かっていうと、DJ アカデミクスっていう人がいるわけなんですね。で、彼はよく自分のポッドキャストとか配信とかでドレイクを崇拝したような言葉を言ってるわけですね。で、今回のディスのやり取りも本当に逐一報告してくるんですけども、ドレイク寄りなんですね、ずっと。本当にドレイクを崇拝してるかのような発言が多いです。なので、そのアカデミクスが嘘ついてるぜって言いたいわけなんですね。アカデミクスがケンドリック・ラマーは全然弱いみたいなことをよく言ってるので、まあ、ちょっとイラッとしてるんでしょうねってところです。 Even he looking compromised, let's peel the layers back。 直訳すると、やつですらも騙されてるように見えるぜ、ちょっとレイヤーを剥がしてみようかみたいなことを言ってますね。まあ、これはこの DJ アカデミクスがドレイクとかに騙されてるっていう描写なんですね。その騙されているレイヤーみたいな、包まれてるレイヤーを剥がしてみようぜって言ってるわけなんですね。で、もちろん今回のディス曲で剥がしていくとともに、なんで DJ アカデミクスが騙されてるか、洗脳されてるのかを紐解いてみようぜって言って、次のラインにどんどん続いていくわけなんですね。 Ain't no brownie points for beating your chest harassing ant。 直訳すると、アントを困らせて自分の胸を叩いてポイントを稼ぐ意味は何もねえんだみたいなことを言ってます。このアントってまず誰かなんですけども、ケンドリック・ラマーのマネージャーです、彼なんですけども。で、ドレイクがですね、この彼が OVO の袋をいっぱい持ってる写真を投稿したことで知られてるわけなんですね。なので、お前のマネージャー俺のブランド好きだぜみたいなディスを送ったわけですね。これは SNS 上 で確か曲の中でもこんなことを言ってました。なので、そこに対するアンサーなんですけども、何も関係ねえ俺のマネージャーのアントに対して胸を叩いて困らせるのはマジでいいポイントにならねえぞ、何のポイントにもならねえぞ、こいつを巻き込むんじゃねえよみたいな描写なんですね。で、自分の胸を叩くっていうのが、自分が強いかのごとく勘違いするっていう描写なんですね。だから、お前勘違いしてるけど、こんなアントのことをいくら困らせようと何のポイントにもならないよ、こいつはラッパーでもなければ俺のただのマネージャーだし、で、こいつはいいやつだから、こいつを攻撃したって何にも出てこないぜって言ってるんですけども、次のラインでそれもまた確定していくんですが、 Fucking with good people make good people go to bad。 直訳すると、いいやつに対して悪ふざけをすると、いいやつがそいつを援助する結果しか生まないぜみたいなことを言ってるわけですね。まあ、今回がまさにそのことを言ってて、さっきのアントに対してそういうディスを送ったら、俺みたいないいやつとか他のいいやつがこいつの味方をして軍団でお前に仕返ししてしまうようになるぜって言ってるわけですね。これは自分のマネージャーがいいやつってことを、まあ、結構強調して言いたいし、で、ドレイクがちょっとしたいじめっ子ってこともまあ描写したいわけですね。だから、さっきのレイヤーをちょっとずつ剥がしてってる感じです。ドレイクのこいつはこんな感じで何の関係ないマネージャーをいじめるようなやつなんだっていうレイヤーを剥がしてってる感じなんですね。あらわにしてる感じです。で、どんどんレイヤーを剥がしていくんですけども、Conspiracies about cash, dog, that's not even the leak。 直訳すると、キャッシュに対する陰謀論、お前マジか、それが本当のリークじゃないぜみたいなことを言ってます。これはドレイクのプッシュアップスというディス曲の中で言ってたことなんですけども、ウィークエンドのマネージャーにキャッシュ XO って呼ばれてる人がいるわけですね。まあ、キャッシュって言われてるんですけども、彼のことを結構ディスったところに対するアンサーなんですね。で、お前こいつのこともディスってるけど、いじめっ子のように、こいつが本物のリークじゃないぜって言ってるんですけども、このリークっていう部分、まあチクるって意味なんですけども、実はドレイクっていうのがずっと昔からプッシャー T とディスってる時とかから、ドレイクの会社とかドレイクの仲間うちの中に裏切り者がいるってずっと言われてきてるわけなんですね。こいつが裏切り者じゃないぞ、勘違いしてるぞお前ってことも言ってるわけなんですね。で、さっきの自分のマネージャーもそうだし、
し、ウィーケンドのマネージャーもそうなんですけど、そういったやつらをいちいちいじめてても意味ねえぞってことも言いたいわけなんですね。でもう一人出してきてるんですけども、キャッシュドールですね。まずリリック言いましょう。 Find the jewels like cash doll, I just need you to think。 直訳するとキャッシュドールのように宝石を探すんだ、お前に考えてもらいたいだけなんだみたいなことを言ってるんですけども、このキャッシュドールっていうのもドレイクといろいろあった女性です。はい、で Find the jewels、 宝石を探すっていう描写は、まあ、可愛い子を探す、デートする子を探すっていう描写でもあるので、実際にドレイクがこの子とデートをしたがってた時期があったみたいなんですね。でキャッシュドール自身もいろいろな問題があったので、そういった問題とかも出してきてる感じなんですね。キャッシュドールの可能性もあるぞみたいなことも促してるんですけども、それはまあ言葉遊びで I just need you to think、 もうちょっと考えてみろ、お前の裏切り者が誰かをマジで自分で考えてみな、いるからみたいなことを言ってるわけですね。こういう攻撃は結構怖いです。自分の仲間に裏切り者がいるって思わせるだけでかなり焦ると思うわけなんですね。そういったディスをやってる感じ。Are you finally ready to play Have You Ever? Let's see. 直訳すると、お前は Have You Ever を遊ぶ準備はできたか?やってみようって言ってるわけです。これは前回のケンドリック・ラマーのディス曲のユーフォリアの中で Have You Ever っていうゲームの描写をしてたわけなんですね。はい、でどういったゲームかっていうと、やったことあるっていうのを言い合うゲームなんですね。でその中で一番とんでもないことを言った人が勝ちみたいな感じなんですね。今回もそれをやろうぜって言ってるんですけども、 Have you ever thought that OVO is working for me? 直訳すると、お前は OVO の中で俺のために働いてるやつがいるってことを考えたことあるかっていう直訳ですね。まあこれはさっきからずっと続けてってる、お前の中に裏切り者がいるぜっていう描写なんですね。お前の中に裏切り者がいて俺に情報を流してる人がいるって考えたことあるみたいなことを言ってるわけなんですね。非常に怖いことを言ってます。で逆に言えば、ケンドリック・ラマーは今回も誰かがケンドリック・ラマーにドレイクの情報をあれこれ送ったっていう風な描写もしてるわけなんですね。これさっき言ったように自分の仲間の中に裏切り者がいるっていう考えだけで結構焦っちゃうわけなんですね。そういったところをつついてる感じです。 Fake bully, I hate bullies. You must be a terrible person. 直訳すると、偽物のいじめっ子め、俺はいじめっ子が大嫌いなんだ、お前はもしかしたらかなりひどいやつかもしれないなみたいなこと言ってますね。これはさっきのキャッシュ XO だったり、アントね、自分のマネージャーだったに対していじめてたことを言ってるわけなんですね。お前はただのいじめっ子なんだ、で俺はいじめっ子が大嫌いなんだ、でお前は最悪の人間なんだろうなみたいなことを言ってますね。でなんで最悪の人間なんだろうなって言ったかを次のラインで言うんですけども、 Everyone inside your team is whispering that you deserve it。 直訳すると、お前のチーム内にいるやつらは全員お前がこういう攻撃を受けるべくして受けるんだってことを囁いてるぜみたいなこと言ってますね。お前のチームがお前のこと好きじゃないよ、お前のチームがお前に対して後ろ指さしてるぜって言ってるわけなんですね。なので一人の裏切り者じゃなくて、お前のこと嫌ってんだよ、お前本当にひどいやつなんだろうなみたいなことを言ってるわけですね。非常に怖いこと言ってます。 Can't tootsie slide up out of this one, it's just gonna resurface. 直訳すると、ここからお前は滑り出てくることはできないぜ、滑り出たとしてもまた再熱するだけだみたいなことを言ってますね、描写的で。これはドレイクの Tootsie Slide っていう曲が実はあるので、まあ、そこと結びつけてオマージュをしながらディスってるわけですね。あの曲みたいに今回は Tootsie Slide で逃げることはできないぜ、どん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 追いかけてくるし、また再び起きるぜこんなことはみたいなことを言ってますね。まあ、裏切り行為のことを言ってます。 Every dog gotta have his day, now live in your purpose. 直訳すると、全ての犬はその犬にとって素晴らしい日が来るんだ、今お前は自分の目的のために生きる時が来たみたいなことを言ってますね。これはケンドリック自身のディス曲が今うまくいってることを描写してるわけですね。犬のくだりを使って、で犬のくだりっていうのがもちろんドレイクの For All My Dogs っていうアルバムの中にファーストパーソンシューターっていう曲が入ってたところで、ずっと犬のくだりもどのディス曲でも続けてきてる感じなんですね、ケンドリック・ラマーっていうのが。なので今回も犬をちゃんと入れてきてます。で、Every dog gotta have his day っていう、犬は自分の最高の一日がある必要があるみたいな描写は、最高の一日を誰もが味わうことになるみたいな言い回しなんですね。で、もう一度言いますが、ケンドリック・ラマーの今回のディスでボコボコにしてる時こそ、ケンドリック・ラマーにとって最高の一日なんですね。で、今回は俺のこのボコボコにしてる最高の一日の中でお前の役目を果たせ、ボコボコにされとけみたいな描写なんですね。 It was fun until you started to put money in the streets. 直訳すると、お前がストリートにお金を落とし込むまで楽しかったぜみたいなこと言ってますが、これどういったことか、ストリートにお金を落として何をしてたかなんですけども、これも噂されてたことなんですが、まあ、ケンドリック・ラマーの悪行とかを
探るためにストリートにお金を支払って、まあ、探偵みたいなのを雇ったみたいな描写なんですね。なのでお前が探偵とかを雇って自分のことを調査させるまでは楽しかったけどって言ってるわけですね。で次のラインにも続いていくんですけども Then lost money because they came back with no receipts 直訳するとやつらはレシートを持って帰ってこなかったからお前はお金をなくしたんだみたいなことを言ってますが、まあ、レシートっていうのが、まあ、証拠みたいな感じなんですね、まあ、情報みたいな意味です。なので金を払って俺を調査したけど何の情報も戻ってこなかったからお前はただお金を無駄にしたよなって言ってるわけですね。ケンドリック・ラマーが平和的な人生を送っててそういった叩いても誇りが出ない人ってことが言いたいわけなんですね。 I'm sorry that I live a boring life. I love peace, but war ready if the world is ready to see you bleed. I'm sorry that I live a boring life. I love peace. ここでさっき言ったことをまさに言ってるんですけども、超くだらない人生を送っててごめんね。俺は平和が大好きなんだって言ってるわけなんですね。これはケンドリック・ラマーが普段何も誇りが出るようなことをしないことを示唆してるわけですね。俺はずっと平和的に生きていきたいだけなんだ。だから俺はあまり普段目立たないし、だから俺は好きなタイミングだけでアルバムを出すんだってことなんですね。お前と違ってなってことです。はい。But war ready if the world is ready to see you bleed. 直訳すると、でもいつでも戦争に行く準備はできてるぜ。もし世界がお前が血を流すのを望んでるならって言ってますね。はい。まあ、これは世界って言ってるんですけど、もちろんヒップホップコミュニティ、ヒップホップの文化がお前が血を流すのを見たがるなら、俺は全然いつだって戦争行くぜって言ってるわけですね。準備は常にできてるって言ってるわけですね。で、それを Like That と Euphoria と今回のディスク曲で十分に、証明してくれております。本当にいつでも戦争行く準備できてますね、ケンドリック・ラマーは。強すぎます。The Elohim KTW 直訳すると、Elohim KTW なんですけども、これ、イロヒムっていうのが神様っていう意味です。はい。まあ、これはヘブライ語かなんかの神様ですね。で、この KTW という部分はいろんな可能性があるんですけども、ケンドリック・ザ・ウォーリアーだったり、ケンドリックがキング・オブ・ザ・ウェストとかっていう頭文字の可能性もあります。まあ、おそらくケンドリック・ザ・ウォーリアーだと思うんですけどもね、さっきの戦争の描写と結びつけてるので、はい。まあ、ここはいろんな解釈ができると思います。No, you can't sleep. These images trouble you. 直訳すると、お前が寝れないことを俺は知ってるぜ。このイメージがお前のことをイライラさせてるっていう描写をしてます。まあ、これはジェイ・コールが眠れなかったこととも結びつけてるけど、お前もどうせ寝れないんだろ。俺のこの描写がお前のことをイライラして、心配にさせてるからみたいなことを言ってますね。で、さっきケンドリック・ラマー自身は普通に寝れてることも描写してるので、そういったところの伏線を回収してる感じですね。アンサーを返しながらも Know the wires in your circle should puzzle you 直訳すると、お前の円の中にあるワイヤーがお前のことを不思議がらせるみたいなことを言ってますね。これはワイヤーっていうのがおとり操作とかをやるときに会話の内容を隠れて録音するときにつけるワイヤーのことを言ってるわけですね。なのでお前の中に裏切り者がいることを不思議がってるような、知ってるぜみたいなことを言ってます。相変わらず誰かが裏切ってる描写を続けてってる感じですね。 If you were street smart then you would have caught that your entourage is only to hustle you. If you were street smart then you would have caught that your entourage is only to hustle you. 直訳すると、お前がストリートの知恵があるのであれば、お前の軍団はお前のことからお金を獲得しようとしてるだけでわかるんだみたいなこと言ってますね。まあ、これはそのままの意味ももちろんあるんですけども、まあ、ドレイクがストリートで育った人間ではないことに対しての攻撃なんですね。お前が本当にストリートで育った人間なら俺みたいに周りの仲間たちがお前のお金を奪うためにいるだけでわかるはずだけどなみたいなことを言ってるわけですね。で裏の方でお前の仲間はお前とお金のためだけに仲良くしてるぜっていう悲しい状況を伝えてる感じなんですね。かわいそうです。 100 niggas that you got on salary 直訳するとお前は100人のやつらに対して給料を与えてるみたいな感じですね。まあこれは自分の OVO という会社とかいろんな会社もやってるので、ドレイクはでそいつらに対してただただお金を与えて、まあ、雇ってるって言ってるわけですね。だからそいつらはまあ仲間じゃないみたいなことを言ってます。 And 20 of them want you as casualty 直訳すると、そしてそのうちの20人はお前を死傷者にしたいんだみたいな表現をしてますが、これはもちろんそのうちの20人がお前に死んでほしいと思ってるっていう悲しいことを言ってる感じですね。 And one of them is actually next to you 直訳すると、そしてそのうちの一人は実際にお前の横にいるぜって言ってるわけですね。まあ、ドレイクにどんどん近づいてってる感じです。でドレイクに死んでほしい人が一人そばにいるって言ってるわけなんですね。怖いです。で実際にドレイクと非常に仲がいい人がいるんですけども、このフ
40って言われてる一緒に OVO の CEO として勤めてる人がいるわけですね。確かかなり仲がいいんですけども、この人実はプッシャー T とディスり合ってる時、プッシャー T のディス曲の中でドレイクの息子のことを俺に教えてくれたのがこの40だぜって言ってたわけなんですね。だからお前自分の仲間にすらも信用されてないし、自分の仲間に裏切られてるぞみたいな描写をしちゃったわけです。今回ケンドリック・ラマーもそこを突っついてる感じなんですね。And two of them is practically tired of your lifestyle. 直訳すると、そして二人はお前のそのライフスタイルにうんざりしてるぜって言ってるわけですね。まあ、どんどん周りの仲間たちがお前のことを嫌ってることを言ってるわけなんですね。They just don't got the audacity to tell you. 直訳すると、お前にそのことを言う度胸がないだけなんだみたいなことを言ってます。この audacity っていうのが度胸とか大胆さっていう意味もあるんですけども、実はもう一つ面白い意味があって、audacityっていうアプリがあるんですけども、これは音声とかを録音するアプリなんですね。自分も使ってるんですけども、こんな感じのアプリですね。録音するアプリなんですけども、自分も実際使ってて、まあ、このオーダーシティ、まあ、録音なんで、まあ、さっきのワイヤーのところと言葉遊びしてるわけなんですね。このオーダーシティを持ってないからお前とのやり取りを録音できないだけなんだっていう描写もやっちゃってる感じなんですね。面白い言葉遊びをしてます。But let me tell you some game because I can see you, my little homie. 直訳すると、でもお前にゲームを教えてやるぜ。俺はお前のことを知ってるぜ。ちっちゃな仲間よ。みたいな描写をしてますが、これは皮肉を込めて、お前に一つ教えてやるよっていうのを遠回しに言ってるわけですね。仲間よ。みたいな描写を入れながらも皮肉を込めてね。The you playing dirty with propaganda, it blow up on you.プロパガンダで汚く遊んだら自分の目の前で爆発しちゃうぞっていう描写をしてますが、まあ、これは明らかに2パックの AI の声を使ったところに対して言ってるわけですね。そういうプロパガンダとかに絡むような動きをしてたらいつか自分自身に跳ね返ってくるぜって言ってるんですけども、これは実際に跳ね返ってきてます。あの2パックの AI を使ったことで2パックの遺産とかを扱う会社から実際に訴えられたので、すぐさまドレイクは下げちゃってるわけなんですね、その曲を。でいろんなその2パック好きからもかなりの批判を食らってるので、まさに自分の目の前で爆発してる感じなんですね、自分の行いが。You're playing nerdy with Zach Bia and Twitter bots. 直訳すると、お前はザックビアとツイッターのボットで遊んでるけどオタクのようにっていう描写なんですが、このザックビアっていうのが実在する人です。はい、いろんなセレブとかと絡むような人ですね。で、セレブの人気とかを上げるような手伝いをする人としても知られてるわけですね。まあ、オタク気質の人です。実際にドレイクとこうやって一緒につるんでる写真もあるんですけども。で、こういったザックビアを使ってインターネットでお前は有名になってんだろっていう描写なんですね。で、これだけじゃなくて、まあ、ツイッターでのボットとかも使ってるような、みたいなこと言ってますね。まあ、そういった SNS での動きダサいぞ、みたいなこと言ってますね。But your reality can't hide behind Wi-Fi. 直訳すると、でも、お前の本質は Wi-Fi の裏で隠れることができないんだって言ってますね。まあ、これは、さっきのザック・ビアとか、ボットでお前の真実を隠すことはできないぜ、見えてるぜみたいなことを言ってるわけなんですね。 Your little memes is losing steam, they figured you out. 直訳すると、お前のちっちゃなミームとかは人気をなくしてきてるぞ、みんなお前のことを分かりかけてきてるぞっていう描写をしてますね。まあ、ドレイクっていうのが何度も言うように SNS をかなり駆使したり、いろんなふざけたミームを載せることによっていろんなアーティストをバカにしたりすることでも知られているので、だからこそ一体多数のディスり合いになっちゃってるわけなんですね、ドレイクっていうのが。いろんな理由がもちろんあるんですけども、その SNS でのミームの使い方とかも理由のうちの一つなんですね。で、これをファンたち聞き手たちも気づいてきてるぞ、お前がくだらないことをって言ってるわけなんですね。 The forced opinions is not convincing. Y'all need a new route. 押し込まれた意見はもう信憑性がないぞ、お前らは違う路線を進んだ方がいいぞって教えてあげてるわけですね。まあ、ここは全部さっきの LINE の教えてやるよ仲間よっていう皮肉の後なので、ずっと教えてくれてるわけなんですね、ケンドリックが。最後の最後に、今回のディスは俺の勝ちだけど、最後にいろいろ負けから復活するために何をした方がいいのか教えてやるよってことなんですね、この最後ら辺の LINE は全て。 It's time that you look around on who's around you. 直訳すると、お前の周りにいるやつらがどんなやつらかを
しっかりと見る時が来たぜって言ってるわけですね。まあ、これはさっきの裏切り者がいる描写を相変わらず言ってるんですけども、その裏切り者を早く誰か特定した方がいいぞ、いろんな人に言いふらしてるぞっていう怖いことを言ってますね。 Before you figure that you're not alone, ask what Mike would do. 直訳すると、お前が独り身でないことを分かる前にまずマイクに何をするか聞いてごらんって言ってるわけなんですね。まあ、ここはちょっとした希望もドレイクに与えてるんですけども、一人ではないぞ、それを自分の周りをちゃんと確認して、誰が裏切り者で誰が裏切り者じゃないかを分かった時、一人にはならないけど、その前にまずマイクにどうするかを聞いてみなって言ってるわけですね。で、そのマイクっていうのがもちろん今回のディスの中で何度も出てきたマイケル・ジャクソンなんですね。ドレイクっていうのがよく自分のことをマイケル・ジャクソンと例えるし、描写したり比較したりするので、そこに対してずっと Like That の時点からケンドリック・ラマーはマイケル・ジャクソンの名前を出してきてるわけですね。で、今回も最後の最後にマイケル・ジャクソンの名前出してきてるんですけども、いろんな意味合いを入れてきております。まずマイケル・ジャクソンがもう亡くなったってことは知られてるんですけども、これは調査によって明らかになったんですが、最初は事故として報道されてたんですけども、その調査の結果実際に殺人というふうに認められちゃったわけですね。誰が殺害したかというと、マイケル・ジャクソンの担当の医者がわざと薬を注入してマイケル・ジャクソンを殺害したっていうふうに言われてるわけですね、ざっくり言うと。なので、その担当医もマイケル・ジャクソンの周りの仲間だったんですね。なので、簡単に言ってマイケル・ジャクソンは仲間に殺害されてしまったってことを言ってるわけですね。なので、そうなる前にマイケル・ジャクソンにどうするかを聞いてみなっていう描写をしてるんですが、マイケル・ジャクソンはその末路を知ってるから、自分の末路を知りたいならマイケル・ジャクソンに聞いてみなって言ってるわけなんですね。非常に奥深いこと言ってます。で、マイケル・ジャクソンっていうのが、Man in the Mirror っていう曲を出したことあるわけですね。鏡に映る男。これはさっき、ケンドリック・ラマーのリリックの中でもそういう自分の鏡を見つめるみたいな描写もしてたので、そこと結びつけてもいるし、ドレイク自身が自分自身を見つめ直してみなっていうことも言ってるわけですね。マイケル・ジャクソンのマン・イン・ザ・ミラーのように、お前も鏡を見て自分を見つめ直してみろよって言ってるわけなんですね。で、もちろんさっきも言ったんですけども、ずっとマイケル・ジャクソンの下りも入れてるので、ドレイクがマイケル・ジャクソンって自分でも言ったり比較したりするとしてるところに言葉遊びももちろんしている感じなんですね。で、そこで締めてるわけなんですよ。お前が本当にマイケル・ジャクソンと自分が思うなら、そのマイケル・ジャクソンの末路を見てみろ、お前も同じになっちゃうぞ、怖いぞっていうことで締めてる感じなんですね。で、これ最後に言うんですけども、ずっと言い忘れてたんですが、ケンドリック・ラマーのユーフォリアの中にですね、 Back to back, I like that record. I'ma get back to that for the record.っていう部分があるんですけども、これユーフォリアの中ですね。バックツーバックっていうのが繰り返しみたいな意味があるわけですね。で、このバックツーバックっていうフレーズをまた描写するから待っとけみたいな描写をしてたわけなんですね、ユーフォリアの中で。で、ユーフォリアの中でこのラインに対してのはっきりとした伏線回収をしてなかったんですけども、この今回のディス曲を出すことによって、ユーフォリアのこのラインに対する伏線回収をやっとしたわけなんですね、3日後に。すっごいことを実はしてます。もう最初からこのユーフォリアと今回のディス曲を出すことはもう決まってたかのような動きなんですね。非常に素晴らしいです。ってな感じで本当に雑に進んでいったんですけども、急ぎでやってるのですいません言い訳ですが、まあこんな感じで終了ですね。本当にケンドリック・ラマーは恐ろしいほど強いですね。私の個人的な見解ですが、もう本当にドレイクをボッコボコにしてます。すでにユーフォリアの時点でボコボコにしてたんですけども、まだボコるかみたいな、もう本当にFPS じゃないですけど、もう死体打ちですね。あ、今気づいたんですけども、FPS で死体打ちがあるように、今回もケンドリック・ラマーはドレイクに対する死体打ちをやっちゃってるのかもしれませんね。まあ、死体っていう描写も今回のディス曲の中でもあったのでっていうところですね。本当にケンドリック・ラマー考えれば考えるほど、入念に濃厚なリリックと動きですね。本当にすごすぎます。これに対してドレイクがさあアンサーを返すのかどうかっていうことに注目が集まるんですが、どうなんでしょう。プッシャー T の二の舞のように返せないのかどうなのか、その辺は見ものだと思います。皆さんで楽しみにしていこうではないかというところです。てな感じで今回以上で終了ですが、本当に大変でした。畳みかけるこのケンドリック・ラマーの濃厚なディス曲を、カバーしていくのが本当に大変でしたが、きつかったです。まあ、でも楽しかったんで、どんどん次はドレイクのディス曲も出してくれたら、まあ、やっていこうかなと思いますので、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたします。てな感じで今回の動画気に入ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。で、かなりこの活動を気に入ってくれた方がいらっしゃいましたら、ぜひともサンクスボタンを押していただいて、ご支援のほどいただけたら非常にありがたいですし、嬉しい限りですので、よろしくお願いいたします。
X、インスタグラム、TikTok などなどいろんな SNS もやらせていただいております。すべて概要欄にリンク先貼っておりますので、もしそちらのフォローもよろしければお願いいたします。今回は最後までご視聴いただいて心より感謝しております。本当に本当にありがとうございます。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。